はい、皆さんこんにちは。続いてね、取りためで申し訳ないのですが、ボルダリングジム開業者向けにですね、走りながら考えると、また抽象的なこと言っておりますが、まあいろんなね、ボルダリングジム建てたい人の相談とか受けてきたんですよね。その回数は1回や2回ではなく、多分2、30回は受けてるかな。まあそういうことをあります。で、まあ走りながら考える、何かというとですね、ボルダリングジム、まあこう開業したいって決めたらね、常にね、したいと思って、それをね、まあ行動に移さないと、何事もね、ただ、まあ、したいなんていう人がね、これね、何千人と言います、多分。何千人と言います。ここのね、したいって考えるところまでは。ああ、もうボルダリング大好きだから、とか、クライミング大好きだから、これで飯食いてえな、とかね、思う人多いと思うんですよね。もうここのレベルで、多分、何千人ぐらいは、まあ1000人ぐらい余裕でいると思います。で、行動に移せるのは本当この中の1% いるかな、1% 以下ですね、多分 1% はいないと思う、行動に移せるところまでね、行く人は。で、結局ね、やりたいって考えた時に、まあ、準備をするわけですけど、いつもね、ジム開業したい人は 100% あのね、完璧を目指したらこれはねダメですよ、完璧とかを目指したらダメですね。常にね、もうぶっちゃけ言って、私はね、テストで言ったら61点100点満点中ね、このね点数ぐらいを目指さないと開業までいかないです。はい、61点。なんて言ったらいいかな。大学のなんとかとかって、大体60点ぐらいがこう、赤点みたいな感じで、あれ59点だったのかな、まあまあ、大体60点超えれば、一応の合格なんですよね。で、最初にやっちゃいがちなのが、この 100% 求めるがゆえにね、時間がかかりすぎるんですよ。ね。これがダメです。ね。なので、とにかく、目指すところ、60点目指すとね、意外と59点になっちゃうんで、61点ぐらいがいいと思いますね。はい。まあまあ別に何点でもいいんですけどね、100点は目指さない方がいいです。意外とね、何でも、例えば、品質的に言うと、あるものの、60点が80点ぐらいまでに行くのは簡単なんですよ。ね。例えばそれからね、90点の答案を作るにはもうこれが難しくて、で100点にするともうとても難しいと。まあそういう感じですね。ここのね、1点を上げるのにむっちゃね、時間と労力がかかる感じなんで、それ求めるよりかは、まあ、とりあえず61点で答案作っといて、で、ここでね、ジムを開業した時に終わるかといったら、そこじゃないんですよ。ね、開業するときは61点であっても、
それからね、いろいろこうジムってあのバージョンアップできるんですよね。いくらでもできます。後付けでね、いくらでもできます。うん、なので、まずね、基本的な、ジムのねレイアウトとか、あと構造ですね、それ以外の点はもうだいたいバージョンアップ何でもできると思ってていいと思います。あと立地だ。立地はちょっとねどうしようもない感じではありますよね。この辺だけ間違わなければ、あと細かいところはお金さえあれば、うん、お金さえあれば何でも業者やってくれますよね。お金の問題なんです、あとはね。だからまあ立地とかはね、これ重要かもしれないですね。この辺だけは間違わないようにしようと、はい。あと駐車場なければね、月目でも近所の借りればいいし、例えば何かのコンセントが足りないとか、電気屋さん来てもらえばやれるじゃないですかね。ここに水道の蛇口が欲しいと思ったらね、1万2万払って、電気屋さん水道屋さん呼べばいいんです。はい。で、まあそこはね仕方がない。まあある程度出費はね、お客様からいただいた利用料金で払っていくという、そういう姿勢でいいかと思います。で、とにかくね、開業して、はい、走り出したらね、もう立ち止まったらダメですよ。立ち止まったらダメです。で、常にね、経営しながら考えるってことですね。経営しながら考えると、ね、で意外とね、これをね、最初はやっぱサラリーマンの人とか、こういうのは多分苦手になっちゃうんですよね。いろんなこう準備とか書類とか、上司の報告とか、だからそういうのばっかりになっちゃうじゃないですか、日本の会社って。でまあなんかそういうのだって自分一人のものだからすっ飛ばしてもいいんですよね。自分社長なんだから、ね、もう嫌ならそういうね会議とかもなくなるし、上司の報告もなしで全然構わないし、制服もいらなければ、まあ、いろんなね経費精算だってレシートまとめて取っといて税理士さんに投げればいいんですよ。で、まあ、そういうところじゃなくて、お客様が、どういうものを欲しがってるかとか、どういうね、ところを、ね、求めてるかとか、そういうのを的確につかんで、サービスに反映させると、はい、いうようにされたらいいと思います。で、うん、常にそれを考えて、いつもね、改良を繰り返していくっていうことです。で、まあね、結構そういう、こういう61点目指すとか、まあそういうのをね、なかなかこう、教育かな？よくわかんないけど、100% 目指したがるんですけど、そういうのは、やめた方がいいなと思います。はい。で、なるべくね、少ない労力で、まあ、妥当なね、まあ、あんまりしょぼくてもそれはいけないと思うんですけどね、常にこう、まあ、とりあえずの合格点を目指していくような、はい、そういうところで、経営されたら、生き残っていけるかもしれません。まあ、そういったお話でございました。